ピーター・グロ・ソップはイギリスのバリトン歌手。ミラノ・スカラザにおいて、ベルディ書作品での悲劇的なバリトンのタイトルロールを歌った唯一のイギリス人歌手として記録されている。1960年代から1970年代にかけて、リゴレットなどベルディの作品を中心としたレパートリーでヨーロッパやアメリカなどで活躍した。シェフィールドのレンガ道からやってきて、 スカラザオも征服したジェームズ・ボンドを別にすると、イタリアで最も人気のあったイギリス人とも評された。ピーター・グロソップは1928年7月6日、イングランド中部シェフィールド近郊のワズリーで刃物工場を経営するシリル・グロソップの子として生まれる。家庭は幸運に包まれていたとは言い難く、ピーターが5歳の時に母親が結核で亡くなり、 兄弟姉妹も後に結核や自殺で亡くなった。ピーターは無事に成長し、シェフィールドのハイストーズスクールに進学の後、ライシアムシアターに勤務していた別の姉妹バイオレットの口添えで初めてベルリー、リゴレットを見て感銘を覚えた。また、地元の友人たちとジャズバンドを結成して活動したりもした。第二次世界大戦終結後に、 イギリス軍の兵役について、デュッセルドルフに赴任して除隊した後、シェフィールドの国立地方銀行に勤務するが、オペラへの情熱は立ちがたく、シェフィールドオペラ協会に入会した後、1949年に、オフフェンバック、ホフマン物語のコッペリウス役で、アマチュア歌手としてのデビューを果たした。スコットランド出身のテノールである。 ジョゼフ・ヒスロップと組んで巡業する傍らで九百五十二年にはサドラーズ・ウェルズ・オペラの合唱団に入る。ロンドンではレナード・モズレーとエヴァリッチの下で歌唱に磨きをかけ、九百五十三年にはビゼーン、カルメンのモラレスでプロとしてのデビューを果たした。プロとしてデビューの後もピーターはヒスロップの下で高度な歌唱技術の取得に取り組み、レオン・カバンド。 同化師のシルビオやプッチーニ、ラ・ボエームのショナールといった役を手掛けた後、1955年までには、プリンシパル・バリトンの座について、ベルリ、イルトロ・バトーレ、ツバキ姫・ジョルジョ・ジェルモン、チャイコフスキー、エフゲニ・ー・ヨネーギンのタイトルロールを歌い、いずれも好評を得て、ピーターのキャリアは保証されたものとなった。プロとして初めて、リゴレットを歌ったのは1959年のことで、 リゴレットの他に、プッチーニ、トスカのスカルピア、ジョルダーの、アンドレア・シェニエのカルロジェラールをレパートリーとして加える。当時のサドラーズ・ウェルズの音楽監督は、アレクサンダー・ギブソンやコリン・デイビスであり、ピーターはじめとする所属歌手は、ギブソンやデイビスのもとで適役を見つけて、事故のレパートリーとする修練が行われていた。1961年、ピーターは、 ブルガリアのソフィアで行われた国際オペラコンテストに出場して金メダルを受賞し、以降は国際的な活躍を見せるようになる。同じ1961年の12月には、ベンジャミン・ブリテン、夏の世の夢のデメトリアスで、ロイヤル・オペラ・ハウスに初出演し、エディンバラ音楽祭にも出演を果たすが、一連の出演がサドラーズウェルズ側から一方的な手切れと、 勘違いされてば違いな批判を受けることもあった。ただ、ディートリヒ・フィッシャー・ディスカウやティート・コッビーといった名だたるバリトン歌手群の一角にその名を連ねるということを意味していたので、批判は大したダメージにはならなかった。コベントガーデンの常連になってからは、ベルディ、ドン・カルロのロドリーゴ公爵、アイーダのアモナズロ、仮面舞踏会のレナート、プッチーニ、 街頭のミケーレ、道化師のトニオといったイタリアオペラの初役、モーツァルト、ドンジョバンニのタイトルロールなども歌うようになる。18番のリゴレットやルーナ伯爵も、前者は1964年にフランコ・ゼフィレッリによる新演出でゲオルク・ショルティの指揮により歌い、後者もルキノ・ビスコンティの演出、カルロ・マリア・ジュリーニの指揮による舞台に出演した。なお、 ヒーターはこの頃になると多忙のためコベントガーデンとサドラーズウェルズとの掛け持ちが難しくなったこともあってサドラーズウェルズと契約を正式に終えている。イタリアへの進出も開始し多くの歌手がカバネを晒すと評されたパルマでリゴレットを歌い賞賛を浴びたことにより1965年にスカラザエの出演をマントバ公爵にルチアーノ・パバロッティを得たリゴレットで果たすこととなった。 イタリアでは、スカラザとパルマの他に、パレルモやナポリでも歌い、1967年には、同ケしとニオで、出演予定のジャンジャーコモブ・エルフィの代役として、再びスカラザの舞台に立った。1966年、ピーターは、パリのオペラザとサンフランシスコオペラに、共に、ドンカルロのロドリーゴ公爵で、初出演。1969年には、デイビスの指揮によるベルリオーズ。 トロイアの人々の完全初演にコロエブスで出演し、フィリップスレコードによる最初のレコーディングにも参加した。この時期には、ベルディ、オテロのヤーゴを新しいレートリーとして主中にし、1970年のザルツブルク音楽祭では、ヘルベルト・フォン・カラヤーの指揮と演出によるオテロに出演。カラヤーによって、マリオ・デル・モナコの後を継ぐオテロと指名された、ジョン・ビッカーズ、 デズデーモラのミレ・ラフレーニと共演した。メトロポリタン歌劇場とのつながりは1967年が最初であるが、この時はロードアイランド州ニューポートにおけるリゴレットの引っ越し公演であり、公式にメトの舞台に初めて立ったのは1971年6月のことでスカルピアを歌った。この公演は、後にメトに君臨する指揮者、ジェームズ・レヴァインのメトデビューでもあった。 メトでは1986年までの間に、ヤーゴ、ベルディ、運命の力のドンカルロディバルガス、シモンボッカネグラのパオロ・アルビアーニ及び、シモンボッカネグラ、フンパー・ディンク、ヘンゼルとグレーテルのペーター、ブリテンのビリー・バットのレッドバーンなどを歌った。同じ1 9 7一年の九月には、NHK 将兵の第六回 NHK イタリア歌劇団のため来日し、ロブロフォン、 また父の指揮で、パバロッティ、ルッチェーロ・ライモンディ、ルイス・ラッセルらの共演を得て、リゴレットを歌った。話は遡り、ピーターはサドラーズ・ウェルズに所属していた1955年に、同僚の歌手であるジョイス・ブラックハムと最初の結婚をしている。ジョイスとの間には、娘が生まれたが、産後に亡くなっている。1977年にジョイスと離婚後間もなく、 26歳年下のバレエダンサーのミシェル・エーモスと再婚して二人の娘を授かったが1986年に離婚した。この二度目の離婚に至るまでの間、ピーターは自身の能力について徐々に自信が持てなくなった。それでも1980年にはイングリッシュ・ナショナル・オペラでリハルト・シトラウス、アラベラのマンドリーカに挑戦するなど意欲を見せており、このマンドリーカがピーターが 最後に、レパートリーに加えた役柄であった。しかし、イングリッシュナショナルオペラのマネジメントディレクターである第7代、ヘアウッド伯爵に、シュトラウスとホフマンスタールの世界に、謎の宇宙空間から割って入って、アラベラの足を引っ張る男と酷評された。伯爵の酷評の影響は定かではないが、以降のピーターの活躍は鈍り、1985年に、 メトで演じたシモンボッカネグラも成功には至らず、翌1986年にロサンゼルスで演じたプッチーに、蝶々夫人のシャープレスとメトでのスカルピアを最後に現役を引退した。引退後のピーターは、デボンシャーのアクミンスターの一村で引退生活を送っていたが、やがて喉頭癌を患っていることが判明し、ジョイスと新しいパートナーがピータータクの近所に移ってきた。 2004年には、自伝、ヨークシャーのバリトンの物語、ザ・ストーリー・オブ・エイヨークシャー・バリトンを出版し、自伝の中でピーターは、ジョイスとの離婚を後悔していることを明らかにした。また、今まで共演した指揮者では、ショルティとカラヤンを、独裁者だとしつつも、一定の評価をし、コベントガーデンに限っては、エドワード・ダウンズとレジナルド・グッド・オール、メトでは、 デバインとチャールズ・マッケラスと相性が良かったことを明かしている。ピーター・グロ・ソップは長年の闘病の末、2008年9月7日にデボンシャーのクレイハンガーで亡くなった。80歳没。墓はエクセターにある。ワルター・モナ・ケイジとのダブルキャスト。ありがとうございます。